ハーケン・クロイツは、ハリ十字のドイツ語。ナチ島のシンボルを指す。はヒンドゥー教におけるシンボルでもある。ハリ十字、または、マン、字の図案は、古代より、ヒンドゥー教や仏教、また西洋でも、幸運の印として使用されており、キリスト教では十字の図案の一種でもあり、日本では、カモニア寺を示す、地図記号などで、万字が多く使われている。 また逆向きの図案は逆張り十字、逆万字、右万字とも呼ばれている。しかし20世紀以降にドイツで民族主義運動のシンボルとされ、1920年にナチスが党のシンボルに、1935年にはドイツ国旗に採用した影響により、ナチズムやネオナチのシンボルともみなされることが多い。の描かれた。 エアハルト・旅団のヘルメット・ナチスがこのシンボルを採用した経緯は、ドイツの考古学者、ハインリーヒ・シュリーマンが、トロイの遺跡の中でを発見し、を、古代のインド・ヨーロッパ語族に、共通の宗教的シンボルとみなしたためである。これに基づき、アーリアン学説の言う、アーリア人の象徴として採用したものである。しかし、もともとは、 エアハルト旅団などドイツの民族主義運動のシンボルとして、また私的結社グループのゲオルゲ派においても使用されていた。アドルフ・ヒトラーは著書、我が闘争の中で、指示者からの多くの提案で、陶器の最終デザインを選ぶと述べた。ハーケン・クロイツは、司会、フリードリヒクローンによって提案され、アーリア人優越論のシンボルとされた。一部オカルティストの間では、 ルーン文字 S を重ねて作られたとする説が唱えられている。ナチ党は赤字の上の白円の中に黒のハーケンクロイツが入ったデザインを使用した。黒、白、赤は帝政時代の国旗に使用されていた色である。ヒトラーは赤は社会的理念、白は国家主義的理念、ハーケンクロイツはアーリア人種の勝利のために戦う使命を表して、 いるとした。またナチトウは縁や背景のないハーケンクロイツも使用した。ナチの針十字には二種類が生じた。右回りのものとその鏡像である。ナチトウは二種類を象徴的に区別しなかったが、右回りのものが一般的に使用された。針十字は通常45度回転して描かれた。ナチスが 党のシンボルにハーケンクロイツを採用したことによって、は幸運のシンボルから、ナチスの象徴とみなされるようになった。ヒトラー内閣が成立した後の1933年3月5日に、総選挙が行われ、ナチ党が勝利した。この後、プロイセンの内相であったヘルマン・ゲーリングは、支配下の公共建造物に、ハーケンクロイツ機を掲げさせた。さらに、 地方政府の実権をナチス党関係者が掌握するたびに、その地方の公共物にハーケンクロイツキが掲げられた。こうして、ハーケンクロイツを事実上の国旗とする規制事実が作られた。1933年3月12日の大統領府告で国旗の改正が決まり、黒、白、赤のドイツ帝国旗を暫定的な国旗とし、 ハーケンクロイツキを国旗に準ずるものと定めた。1935年には、ハーケンクロイツキが正式なドイツ国国旗となった。第二次世界大戦が勃発すると、連合国側の国々は、の使用を禁じるようになった。1945年にドイツは降伏し、ナチ党は解体され消滅した。ハーケンクロイツキは国旗として使用されることはなくなった。 パリの解放時、ドイツと親しいとみなされた女性は、フランス市民により、丸刈りにされて、針十字を書かれるなどの暴行を受けた。写真中央の女性は、額に、針十字が書かれている。第二次世界大戦後のドイツでは、学問的な理由を除き、ハーケンクロイツなどのナチスのシンボルを、公共の場で展示、使用することは、民衆扇動罪で処罰される。ただし、 私有地や個人での所持、思想への禁止はしていない。ドイツを含めて各国のネオナチの一部は現在でも使用している。EU においてもドイツなどのようにハーケンクロイツを釜と土とともに公の場で使用することも禁止しようと提案がなされたことがあった。しかし、西欧各国に存在する共産党やロシアの反発が強かったほか、 ハーケンクロイツ及び釜と土の禁止提案自体が盛り上がらず結局いずれも実現しなかった。ドイツが主導する禁止を EU 全体に拡大する動きに対しヒンドゥー教団体はは伝統的に平和の象徴として使われてきたとしてこの拡大案を非難している。ハリ十字に禁止マークを重ねたハンナチズムを示すマーク2千七年三月十七日。 ドイツの連邦議会議員、クラウディアロートは公的な場で、反ネオナチ的にハーケンクロイツを扱い、ドイツ連邦裁判所に容認されたため、以後そのような形での針十字の使用が容認されることになった。私的な場での利用は、法的には禁止されていない。ハーケンクロイツが使えないために、ドイツ軍の描写をする際に、 史実を忠実に再現するという意味では劣化させざるを得ない例が存在する。ドイツ軍兵器のプラモデルにおいてはハーケンクロイツがボックスアートでは省略されたり他の事情になっているほかデカールの形状が2つに分けられ接着しないとハーケンクロイツの形に見えないようにしているなどの対策がされていることが多い。これは鉄道模型でも同様である。 その他、ウォーシミュレーションゲームなどではハーケンクロイツそのものを削除してしまう他に、二つに、分割、十字に置き換え、鉄十字に置き換え、オリジナルのシンボルに置き換えるなど規制を交わしている。例も見られるが、日本で制作されたソフトの中にはハーケンクロイツがそのまま入っている作品も存在する。アメリカ陸軍第45不評師団の舞台賞であったが、 ドイツの国家社会主義を連想させるとして1939年に廃止された。1916年に撮影されたオーストラリア帝国軍の救急車に描かれたハリ十字第一次世界大戦時にはオーストラリア軍で使用されていた。フィンランド空軍は1918年に導入されたハリ十字を基礎として2017年1月まで使用していました。 空軍が採用したタイプの針十字は空軍最初の航空機の寄贈者スウェーデンの伯爵エリック・フォン・ローゼンにとって幸運のシンボルであったが彼は後にスウェーデンのナチズム運動の著名人となったフィンランド政府から支援を受ける民間準軍事組織ロッタ・スバルドが針十字を使用した1918年に 画家アクセリガルレン・カレラがデザインした自由十字章は、その中に、針十字の模様がある。自由十字章は、フィンランド大統領の旗の左上に描かれている。ロシアでは、ネオナチ政党である、国家ボリシェビキ党が、ナチスキを模した赤字に、白丸の中に、黒色の釜と土を排した、陶器を使用している。ロシアファシスト党が、シンボルに使用した。 沢田賢治は、自身の楽曲である、侍」をテレビで歌唱する際、衣装に、ハーケンクロイツの腕章を使用していたが、テレビ局と事務所に、クレームが入ったため、これ以降は衣装を変更して出演している。なお、1970年代から1980年代、後半の漫画やアニメではこのハーケンクロイツが、使用されるケースが多々あり、池澤里氏の漫画、 サーキットの狼では、主要登場人物の一人、早瀬セ・サコンの愛車であるポルシェ911、彼ら RS2.7 の側面に、ハーケンクロイツのマークが描かれており、毎夜、ミネオーの漫画、パタリロ。でも主人公パタリロが、ヒトラーのコスプレをしたり、SS の格好をした玉ねぎ舞台も登場している。前者に関しては、漫画では、特にクレームはなく、 再販本でもマークは描かれているが、後年発売されているプラモデルやミニチュアカーでは省略、あるいはハーケンクロイツのみ別シールで添付することがある。後者でも特にクレームもなく、アニメの再放送や2000年代以降に発売された DVD でも修正はされていないが、文庫本では修正されている。ゆで卵の漫画、筋肉マンでは、 ドイツ出身の残虐超人である、ブロッケンマンとその息子で残虐超人から、正義超人になった、ブロッケンジュニアが、ハーケンクロイツ付きの衣装を着たり、入れ墨を入れている。1990年代以降の日本でのアニメ再放送では、その部分に、ぼかしが入れられたことがあった。トリスタン・ブルネは、著書、水曜日のアニメが待ち遠しい、フランス人から見た。 日本サブカルチャーの魅力を解き明かすにて、フランスでのアニメ放送が中止になったのはこのキャラに追うところが多く、CSA から当時批判があったと指摘している。バンド騎士団のドラムスタント、白鳥雪之丞は、針十字型に頭頂部を借り込んでいた時期があり、発売されたライブ映像収録 DVD では、ぼかしで自主的に対処した。日本のバンドピエロが、 インディーズで発表していた曲、ハーケンクロイツについて、メジャーで再録する際に曲名を自主規制に変更した。マイクロソフトは、ハーケンクロイツとダビデの星を共に不適切な記号とし、マイクロソフトをオフィス2003に付属のフォントファイル、ブックシェルフシンボル7からそれらの記号を削除するツールを2004年2月11日に配布した。 2020年7月28日、アメリカのスーパーマーケット企業ウォルマートは、ハーケンクロイツのマスクをつけて店舗に訪れた客に、対し、1年以上の出入禁止措置を取った。徳島藩、八須賀家の家門である、八須賀万事。ありがとうございます。